点差は1点。セカンドランナー今宮帰れば同点です。ホークス5回の攻撃。さあ中村、鶴岡のサインにうなずいた。ワンボールワンストライク。ランナー3塁に向かう。どうだ、取り成功。小屋のはタッチしたじゃないか、そんなアピールなんですが判定セーフ。いやー今のはね、今宮選手走る必要はなかったんですよ、はい、今の、まあ、セーフにはなりましたけどね、今の盗塁はいりませんよね。まあアウトになればね、本当に流れもね、悪くなりますし、ワンヒットでね、十分帰れるわけですよね、あまり無理するカウントでもアウトカウントでもないんですよね、際どいタイミングでした、まあ、今セーフになって、まあ良かったと、はい、もうそれだけですよね。そうですね。